はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシーンです。今日はね、こちらの器にちょっと素敵な色合いでパーティーに使うフラワーアレンジメントを作っていきたいと思います。まあ、アーティチョークとかね、ちょっと変わった花材を使っていきますので、最後まで楽しみにしていてください。では早速いってみましょう。どうぞ。まずアーティチョークからいっちゃいましょうか。この甘さでドンはないんで、ちょっとこのぐらいでカットしていきますね。はい、こんな感じです。もう結構アーティチョークでね、重さが出ちゃいますね。ブラックリップを入れていきましょう。ちょっとホチキスで留めたドラセナを上に上げていってみましょうね。あ、ブラックリップですね。はい、
あとこのハワイアンフラグで少し、まあ、ある程度ちょっとこうアレンジのね形を形成していってしまいます。これで見えなかったね。
はい、まずね開花してる芍薬から入れていってみました。うだる方結構ボリュームがドーンと出てますね。まあ、ね結構いい感じですよ。で次にちょっと固めの芍薬を入れていきましょう。まあ、固めといってもこれもうすぐに咲いてきますね。まあ、このクラスの芍薬はもう完全に咲きますからね。新品をいっぱい入れていきましょう。かっちょいいっすね。トルコ入れていきましょう。
はい、まずね一番大きいアーティチョークを入れて、まあ、その後にねあのカラーですね、あのカラーはやっぱり刺さりにくいのでカラーを入れてます。そういう、ね花を入れる順番っていうのは結構こういうアレンジを作る上では重要です。一つ間違えると花材後からだと刺さんなくなってしまうんで、その順番を覚えておいてください。だからまあ必然的にこうアレンジを刺すっていう時はこの花材の順番っていうのはこの間もちょっとインスタの方では書いたんですけど、色とかは関係なく一番最初に刺す花っていうのはおのずと決まってくるわけですよね。なので、基本的にはそういうふうにその花材の順番を間違えなければ、綺麗に刺さってきます。はい、ではね、今日はこちらで動画を終了したいと思います。またね次回お会いしましょう。末崎さんありがとうございました。